イオンスタイルひもんやは、東京都目黒区ひもんや4丁目にある、イオンリテール株式会社が運営する、大型商業施設である。前身は、大英ひもんや店であり、旧大英運営時代の店番号は0284。鉄骨鉄筋コンクリート造りの地上7階、地下1階の巨漢店舗。都道312号沿線に存在する。 開業当初の名称は、ひもんやショッパーズプラザだったが、2016年5月時点は、さきの名称は公式には使われず、大英ひもんや店の名称を表向きは全面に出していた。なお、フロアごとの商品展開を商品別ではなく、目的別にした店舗は、日本初であり、このため、開店当初は多くの視察者が来たという。目黒区ひもん地区にあるため、大英時代は、 神奈川県の東戸塚店、大阪府の京橋店、兵庫県の甲子園店、福岡県のショッパーズ福岡店とともに、帰還店舗として知られていた。また、都心近隣の大型店舗であることから、新浦安店と並んで、メディアへの露出機会が多い店舗でもあった。また、イオンとなってもイオンスタイル、品川シーサイドと並んで、メディア露出は多い。大英時代では、 地下1階は駐車場となっており、1階は食料品、2階は食料品とビューティーヘルスケア、3階4階は医療品、5階から7階は住まいの品をそれぞれ扱っており、7階にフードコートが設置されていた。別館は ABC マートに代わり、スポーツギャラリーは規模を縮小して本館に移った。山田電機やランランランド、フードコートなど、 店内のテナントは2016年5月5日までに順次営業を終了した。そして2016年12月16日に店舗名をイオンスタイル紐屋に改め先行で1階から4階をオープン。2017年3月30日に5階から7階もオープンし、全館リニューアルをオープンした。フロア構成も刷新され、食料品のフロアは1階が生鮮とデリカ。 2階が加工品とリカーにカテゴリーごとにフロア分けされ、3階はレディースファッションと美容のフロア、4階は暮らしと健康のフロア、5階がメンズファッションと趣味と書籍のフロア、6階がキッズとベビーのフロア、7階が暮らしサポートとレストランのフロアとされている。食料品フロアでは区内にあるパスコインストカンパニー、メグロ工場で生産される。 限定商品、ひもやパンドミが販売されている。大英時代の店舗外観この統計は、日経流通新聞及び日本経済新聞が調査して順位付けしたものである。ひもや店は、機関店舗であるがゆえに後に登場する大型ショッピングセンターよりも売り上げが多い。ありがとうございます。